新しい農園513日目、日付だと10月1日ですね。もうすっかり10月ですけど、畑の方はまだ結構緑してますね。ピーマンもまだ取れるし、ナスリもいい感じだしという感じです。畑もなんかあんまり草が生えなくて、この時期が一番畑しやすいような気もするね。レタスもいっぱい生えてるし、まあ自分は全然手入れてないんだけど、なんとなくいい感じになってます。まあ今年の冬もね、農園を続けていくんでしょうね。冬の農園の寒々しい感じを続けていくんでしょう。まあいい感じでした。新しい、まあ今週もね頑張っていきましょう。